What's up, everybody? Back again with another reaction, and first up for the day, I got the Yakuza Like a Dragon announcement trailer. So, it's for Yakuza 7, so with that being said, let's get it. Supposedly, they're going to show off the battle system in this one, so we'll see. シャバ最後の飯かもしれねえからな。よし、牛丼並み、もう一杯。あ、はい、かしこまりました。ナミ長。2時間ほど前、ジョーから電話があってな。あいつ、榊の組員を弾いちまった。頭が。今、ジョーがしょっぴかれるわけにはいかねえ。勤めに行ってもらえねえか、イチ。何言ってんですか、おやさん。俺は、ずっとこんな日を待ってました。親さんに恩返しできる日を。10年や20年そこらの無職暮らし、喜んでやらせてもらいます。行くか。Sounds like the beginning of a Metallica song. 18 年後. 18 years later. 東条会荒川組、春日一番。彼は信じていた。恩人や仲間たちが喜んでくれる姿を。お待たせしました。春日一番、ただいま帰りました。 And there's nobody there. That's hard. あれ？どうして。違う、俺は荒川組の組員だったんだ。18年も留守にしてたんだ。お前のことを忘れちまっても無理はねえだろ。忘れてるわけねえだろ。おやっさんは俺のこと気遣って手紙もくれたんだ。覚悟できてんのか。その扉を開けたら二度と引き返せねえ。お前にその覚悟があんのか。18年、俺はこの扉開けるために18年我慢したんだ。すまねえな、イチ。死んでくれ。あの世を。どうした。とりあえずここはどこだ。偉人町だよ。偉人町。偉人町、伊勢崎偉人町。ここは横浜だ。
横浜を支配する三大勢力異人さん、同胞以外は全て敵、中国マフィア、ハンピン・リューマン。いや、春日君、元気？クモの巣と呼ばれる要塞に住む姿なき組織、コミジュル。我々はメンズで生きてる。異人町裏社会の支配者、横浜最大の極道組織、青龍会。どん底からやってみろ。最後にはてっぺん取ってハッピーエンドよ。ドラクエみてえにさ。That's it? I didn't show anything.I mean, it was a cool trailer and everything, but I definitely get it. But I want to see the battle system because it's, you know, based on what I have heard, it's supposed to be turn-based this time around. So I want to see it. So anyways, if you like this video, remember to like, comment, and subscribe. Thanks.